バンバンザイ、ギジです。ルナです。ミユです。はい、今回の企画は赤い糸の旅の続編として廃校に男女が一泊二日したら恋は芽生えるのかという企画です。イエーイ。あんただけで盛り上がってるよ。はいつものやつ。はい、今回はまだミユちゃんとギジ君に内容を伝えてないんですけど、うん、ルナが伝え企画をね、シマケンに伝えたの。シマケンが用意してくれたから、今日はその企画をやっていきたいと思います。はい。ということでね、ちょっとやっていきたいんですけど、はい、ちなみに皆さん後ろ見てください。ここはもうずっと使われてない廃校なんですけど、多分窓見たら映ってるんじゃないかなっていうぐらいの。マジで怖い。ほんまに怖い。廃校初めて見たかも。ここが入り口じゃないから、ちょっと向こうまで、入り口まで歩いていこう、みんなで。はい、ということで今から一泊二日の恋の旅始まります。本当に乗り気じゃない。まあ、いいだよ。いくよ。はい、儀式ください。開けて。ここは二人が開けるの。恋のスタートとして。せーの。マジ帰りたい。本当に帰りたい。マジで帰りたい。本当に怖い。いや、本当に怖い。やっぱこういうとこ来たらさ、効果でさえ怖くなんだよ。いやもうね、かけられてるやつが全部怖い。どうしよう、トイレ行きたくなったら。トイレってさ、一番やばいっしょ。いやもう今ね。はい、ということでね、二人に今日泊まってもらうのはこの正面の部屋なんですけど。部屋じゃないから。マジでやだ。二人でちょっと今日泊まってほしいの。恋じゃないよ、こんなの。いいから、はい、コンコンって。え、ねえ、ここで電気つくの。あ、ここが二人がね、泊まってもらう部屋です。ちょっと待って、違う、あの、廃校だよね。廃校ですよ。新しい布団2ついる、これ教室やばすぎるでしょ。喧嘩した後だよ、ここ。どうしたの、これもやったの。いや、机はやってない。ルアがやったのはカメラと布団とあともろもろ。このカメラは何。カメラはだから今日のために時間かかるかお昼に全部用意した。これは何。あからさまに置くのやめて、本当に。この鈴と紐は何。あ、それは後ほど後で紹介しようかなと。え、何、今日はここに泊まるだけ。だそんなね、寝るだけのね、企画なんてないよ。はい、ということでちょっと黒板の前に集合。はい、ということでね、今日は8つのミッションを用意しました。はい、多いですね。多いです、はい。まあ、それを1つずつ2人にはね、クリアしていってもらいたいんですけど、はい、この廃校ってさ、すごい怖いやん。めっちゃ怖い。でもまだルナには足りないと思ったから、さらにこの学校に鬼を放ちました。放ちましたんだ。放ちました。そう、鬼を出したんです。だから本当に今実際ここの学校には鬼がもう準備されてる。いや、そういうのが一番怖い。いや、本当に。だってそれって追いかける系じゃん、実際。まあそうだよ。マジで。そんな甘い目で見たらダメだよ。まあね、鬼が出るんですけど、うん、今ここでオープニング撮ってる部屋は安全地帯。あ、なるほど。ここにはもう鬼が絶対入ってこないんですよ。何があってもですか。そう。じゃあずっとここにいればいいじゃん。裏なしなの。ダメなの。それだともう明日から帰れなくなる。それで行くと廃校から。そう、ミッションがあるから、ちゃんとそのミッションをクリアしていかないと意味がないの。なるほど。意味がないと。そう。とりあえず鬼にはまず捕まらないように。捕まったらもう命がないの。いや、待って、リスク高い、リスク高い。ほんまにマジで命の危機がないぐらいまず怖いことが起きるから、マジでそこは二人で協力して頑張ってます。で、ルナは二人のことめっちゃ心配なのね。うん、だから優しいから。もし捕まった時用に予言してこれ持ってきた。命の手紙です。手書き感やばいな、これ。え、これ開けていいの？あ、まだ。あ、まだ開けちゃダメ。え、もう本当にやばいと思った時の。そう。それ以外開けたらこれを使えなくなる。無効になるの？なるほど。本当に考えよう。これはもう鬼に捕まった時に読むもの。あ、開けたらダメなんだね、そうまでは。え、そんなんしてもわかんの。ほんまに鬼にマジで捕まった時しかダメだから、しまって。てかさ、うん、もうすごいめっちゃスムーズに話してるじゃん、ルナ。うん、ルナはいないの？そうなんですよ。私まだ17歳ということで、今はね、夜の21時なんですけど、私もう少しで補導されて警察に捕まっちゃうから、ちょっと今日帰らないといけないんですよ。こいつ鬼に捕まっちまえ、マジで。法律があった。いやいや、鬼はちゃんと仲いいから大丈夫なの。だから今日は本当に2人だけで頑張ってほしいので、今回は島県は鬼についてもらうの、カメラマン味方。鬼の、そう、鬼の味方。あ、だから今日は2人だけでもちゃんとやりきってほしい。ガチで2人になるの、これ。そうだよ。もう今からほんまに、ではもう帰らないともう時間やばいから、後でちょっとね、指示があるからそれに従ってください。あと、そうなの、島県、それ借りていい？だったらちゃっかり撮らせるんだ、うちら。懐中電灯カメラ、今回はカメラマンがおらんからさ、これで2人でもう自撮りずっと撮っててほしいの。まずこれ持って走らないと、これ投げたらもう企画なんないよ。本当にこれがマジで命の一つにもなる。な
なるほど。でまあカメラここに今1個あるけど、この学校にはね点々とさもう隠しカメラとかもカメラを設置してきたの。だからそれで2人をね見守っていきたいと思います。はいはい、ということでね、もう最後までマジで2人逃げ切ってください。2人のこと大好きだからこそマジで鬼に捕まらないでほしい。鬼を解放すんなだったら。いや間違いないじゃん。それは2人が付き合わないから悪いの。あもううちらのせいなんだ。もううちらのせいだわ。ということでまあ最後まで頑張ってください。はい、じゃあ今からねこの部屋を自分たちの過ごしやすいように使ってください。荒れてる状態から喧嘩終わりよ。どうぞ。じゃあね、言っとくけどね、二人が仲悪かったらね何もこれ意味ないの。でもさ、これ喧嘩になるよ、絶対なるね。なるよ。ここはもうさ、二人になるじゃん。喧嘩をやめよ。あ、そうだ、ね、あの、助けよう、そこは。まあ、仲良くやってください。ということで、モルナはね、タクシーの向かいに乗せるの。ほんとに嫌だ。ミッションクリアしたら寝れるの。クリアしなかったら寝られへんの、ほんとに。はい、ということで、明日も帰ってきます。ねえ、開けないって、ほんとに。この野郎。愛してるよ。バイバイ。はい、ということで2人になったんでね、付き合います。終わったわ。終わった。この企画成功です。はい、付き合います。はい、帰ります。まずこの GoPro 立てますか。そんなんで来いってなの。いや、ほんとそれ。 OK。 ねえ、ほんとにあんたが一番怖い。はい、ということで待って、ほんとに怖いの。ほんとに怖いの。ルナちゃん、リス君ルナ今ね、これを聞いてるってことはルナは今学校にいないんですよ。やっほー、みゆちゃん、ギシ君。10時ということで、もうルナはお家に帰ってるんですけど、はい、今回は2人に本当に声に寄せてもらいたいから、ルナから怖いミッションを用意しました。あいつ怖くないって言ったじゃん。ムカつく。ということでね、今回のミッションは、はい、はい、視聴覚室にいる人体模型とスリーショットで写真を撮ってきてください。ほんと無理、マジ無理、マジ無理、ほんと無理。で、写真を撮ったらルナに LINE で送ってください。ルナは待ってます。もしそのスリーショットがうまく撮れなかった場合とかは、もうこの学校から帰らせないことにしますね。だからちゃんと撮ってきてください。約束ですよ。視聴覚室どこ。ルナたちの代表として頑張ってください。はい、バイバイ。バイバイ。あいついないからってめちゃめちゃ陽気に喋りやがって。とりあえず行きますか。無理です、本当に怖いです。心の準備もうしましょう。行きますか。ガチ行こう。いや、本当にやめて。はい、ということでね、とりあえず左に行きたいと思います。はい、はい、もう超怖いんだけど。もうやだ。だってもう本当に無理だ。もう無理だ。もうマジで無理だ。もう無理、もう無理、助けて。もう無理だ。ねえ、助けて、本当に無理。待って、怖いと思うから怖いんだよ。そういうこと。怖くないから。余裕だし、どんなに好きな人いても付き合うために肝試し行こうと思わんわ。思わん、思わん。あ、おなら出そう、めっちゃ。おなら出、鬼倒せないかな。あ、怖いよ。え、あれ、あれ、視聴覚、なんて書いてた。待ったよ。視聴覚。入ろう。なんでその躊躇ない。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ミッション1個目は人体模型だから。え、シンプル今怖かったな。今座敷わらしとった普通に。嘘だよ。ほんとほんと嘘だよ。うん、いや座敷わらしってめっちゃ待って。ごめんなさい、ほんとにすいません。ぜひつけます。ほんとにごめんなさい。いたね、人体模型が。ちっちゃ。思ってたんとちゃうって、これのことが出ません。じゃあスリーショット撮りますか。はい、いきます。はい、スリーショット撮りました。はい、安全地帯に戻って、とりあえずルナにね、LINE を送りたいと思います。ずっと気になってたこと言ったの。うん、手が綺麗ね、これみたいな。ハートこれ見て、写して。これ人体模型らしからぬ現代的なハートできてるけど、ね、心臓じゃなくて、普通にハートやん、これ。はい、人体模型と仲良くなりました。安全地帯戻ります。戻りましょう。はい、でも帰りが本当に怖い。
はい、ということでね、マジリアネが怖かったんだけど、うん、あのね、まあまだミッション1だったんだけど、うん、早速ミユがガチで俺に抱きついてきました。違うよ、違うって、座敷わらしいるとか言ったからじゃん。ちょろい女ですね。いや、まあめっちゃ臭かったからね、胸とか。いや、胸臭いって、ね、てかトレーナー洗ってんのって感じだったよ。洗ってるわ、本当に。そういう脅かしやめよ。ねえ、本当に。ね、回してくんなでよ、この野郎。仲良く、仲良く。ルナ、こいつが一番怖いよ。さっきのところに寝るタイムの場所だった。こっちか。すごいね。ちょっと待って。ちょっと待って。どうした？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。待って待って待って。あれあれ鬼？待って待って待って。いや鬼だ鬼だ。あれ鬼。あのね、今ね、うん、完全に鬼いました。いたよね。うん、はい、ということで。はい、帰ってきました。え、普通に怖かった。疲れた。でもまだミッション1よ、やばいって。でも、あ、ルナに送んなきゃ。そうだ、ルナに送りたいと思います。えらい、えらいってきました。おお。はい、ということで、はい、ルナに送ったのでミッションは1クリアです。とりあえず1クリアですね。くっしたー。はい、二人とも怖い学校はどうでしょうか。怖いよ。幸せなね、学校生活は過ごせてますか。青春してくださいね。あ、ちなみにお化けと出会ったかな。出会いました。お化け、あのお化けすっごい怖いらしいよ、捕まったら。鬼ね。もう後はないっていうね、噂もあるから。鬼です。みゆちゃんごめんね、悲しいけど頑張って。うん、今楽しんでるから。あいつバカにしてんぞ絶対。あいつも。はい、じゃあゲシ君。はい、ちゃんと男らしく、みえちゃん守ってますか？守りました。カメラ？はい、まあ、はい、ないですね。守れた？ヘネヘネしたタイプだったら。守れた？いきますよ。はい、ということで、次のミッションです。ドゥーン！ミッション2！ 音楽室にあるアコーディオンで、猫踏んじゃったを弾いてきてください。弾けるか？ちなみに、昔からある話で音楽室に貼ってあるポスターの顔が動いたりとかもするんで。そうですね、ベートーベンの。皆さん、周りには気をつけてください。バイバーイ。いや、早いんだよ、毎回。なんなの。じゃあ、音楽室に行きますか。音楽室行きますか。はい、ということで、こいつを持って、こいつを持って、あとはライトを持って、はい、音楽室に向かいたいと思います。上行ってみる。どこ？さっきこっち行ったじゃん。うん、あったなかったね。なかったかも。こっちにありそう。うん？え、違うよ。こっち行ってみる。こっち行く？めっちゃ怖い。マジで怖い。ね、後ろ大丈夫？いや、これ後ろ。何もう本当に。え、ここ？あれ？あ、楽しく合唱って書いてある。音楽室だ。ここですね。こっちは。またカメラあんだけど。マジどこでも監視されてんじゃん、後ろ。とりあえず音楽室見つけました。マジで、うわ、カメラ。カメラある。電気つけていいのかな。うん、何もないですね。ないよ。とりあえずこっちに入るかな。電気ありますかね。あったこんな感じですね。うん、またハート。え、もうなんで。え、これ集めるってことなのかな。違うよ。とりあえず撮ってみますね。これどうやってつけんの？こうか。これね、壊れてます。
ショウンじゃねえけど。どうやってやるの？ショウンのさ、前で。前でショウンだよ。わかる？君。これこうやってショウン。一個ずつあるじゃん。リュックみたいに前でショウン。そう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 。任せてよ、もう。待って待って、無理。待って。懐中電灯、いや懐中電灯。懐中電灯。待って、走った、走った。待って、無理。無理、無理、無理。早く、早く、早く。懐中電灯だけ、しっかり。待って、待って、早く降りよう。待って、ゆっくり降りよう。リターン。入って、入って。来ちゃった。なんでお前。とりあえずここで弾こう。行きましょう。